北小金駅ご通行中の皆様、大きな声でお騒がせしております。日本改革党と申します。日本改革党ではですね、外国人生活保護廃止、新規給付をやめてですね、だんだんと減らしていくというようなことを訴えさせていただいております。っていうのはですね、日本以外の国で制度として外国人の生活を保護している国が一つもないからであります。それとですね、憲法全文には日本人の日本人による日本人のための政治というのがちゃんと書かれております。分かりにくいですけれども、国民の代表がこれを行使しという部分に書いてあります。特にですね、政治の福利は外国人にはやるなとは書いておりませんけれども、わざわざ日本人がこれを享受すると書いてあるからには日本人に限定すべきだと思っております。それと最高裁判決でもですね、外国人生活保護にの根拠となるような法律は存在しないと判決に出ておりまして、法にのっとらないものを習慣でずっとやってるのは法治国家としてはどうしたもんかなというような疑問もあります。それとですね、私も含めて日本人は日本にしか帰る場所がありません。アンケート調査などするともう一度日本人に生まれてきたいという方が 85%、 これは他の国よりも断然多い、ということであります。日本で生まれて日本で生きて日本で死んでいく我々には日本以外に居場所はありません。それはですね、帰るべき祖国がちゃんとある外国人とは、今日本にいるけれどもいう外国人とは区別して叱るべき、区別して当然と思います。これを差別という人がいるかもしれませんけれども、根拠なき礼遇が差別と呼ばれるもんですけれども、どこをどう根拠なく礼遇しているのか教えてもらいたいものであります。外国人と日本人は違います。制度として外国人の生活を保護していることが世界中に知られたならば、働きたくない怠け者で無能な外国人が日本に押し寄せてきてしまいます。そんなことになったら日本人の生活はめちゃくちゃになってしまいます。法的根拠がない、我々日本人とは区別して叱るべきである。もう一点がですね、外交相互主義という問題があります。これは友好的な国には友好的に、険悪な国には険悪に、対応する。出ないといつまでも調子に乗られて国益を損ねるという外交の大原則、相互主義にのっとっていませんよね。どうして日本だけが、日本に住んでるからといって生活に困った外国人の面倒を見なければいけないんでしょうか。外国にいる日本人は生活に困ってもそこの政府は助けてくれやしませんよ。日本だけが一方的で不公平ではありませんか。アメリカなんかでですね、日本人が暮らしていて生活に困ったとなったらば、まずは日本大使館に相談すると思われます。あるいは領事館ですか。ですけれども、日本に住んでいる外国人はどうして自分の国の大使館に相談せずに市役所や区役所を目指して生活保護くれって言うんでしょうか。おかしくないでしょうか。
私は大変におかしいことだと思っております。この外国人生活保護は71年前の厚生労働省、その頃は厚生省社会局長の一本の通知から始まりました。当面の措置として外国人も日本人と同じように生活の保護をしてやりなさい。当面の間、当面の間っつって一体何十年やってんですか。もう71年もやっておりますよ。そんなですね、選挙で選ばれたわけでもない一公務員、一官僚の通知にですね、選挙で選ばれた議員や大臣がいいダクダクとして待ってるのも問題だと思います。それで民主主義と言えるのでしょうか。選挙で選ばれた人間が政治を動かす、これが民主主義ではないでしょうか。公務員の言うこと聞いてる議員なんか役立たずの無能ですから、やめた方がいいんですよ。ということで日本改革党は外国人の生活保護やめなさい、廃止しなさい、というようなことを訴えさせてもらっております。